それでは信長の世を大使続きやっていきましょう。積年の、夢であった、私が勝手に夢にしたんですけれども、東北勢の野望が、信長の野望を、倒してですね、あとは全国を統一するという形になります。二条御所を占領して終わりにしようかと思ったんですけれども、うまい具合にですね、尼子さんとか、大市さん、それなりに、力を蓄えて、そこそこ見応えのある、勝負ができるんじゃないかなと思ったので、今まで一回もやったことないんですけれども、武力による、日本統一を目指したいと思います。それでですね、今、隣接地はちょっと同盟を結んでますので、うまく攻める場所がないんですよね。これは宣戦布告できないのかな？あ、できますね。はあ。足利さんとは別に手切れになっても構いませんので、本願寺さん、鈴木さんって形でやっていきましょうかね。確かどちらも、何でしたっけ？従属していただけませんので、こっからやっていこうかなと思います。そうですね。そうですね。2ヶ月くらい待ちましょうか。報告いたします。今までの動画見返してて思ったんですけれども、割とこう最初に出てくる舞台はおとりになることが多くて、2舞台目がですね、見応えある合戦になりがちだというのが分かったので、ちょっとその辺は考えてやりたいと思います。また報告いちょったとしまゲームす。らしく盛り上げ戦ようとす略るの趣と、旨です。ちょっと僕は苦手だというのが分かりましたので、今後は勝ちに徹した、合戦でいきたいかなと思いますね。もうあれですね、東北勢は多分隅に追いやられているのでしょうな。どっかで出てくるでしょう、それでも。あ、ものの見事にいないですね。あ、いた。もうあれですよ、広報大使ですね。また後で、人事異動も自分でやろうかと思うんですけど、結構めんどくさいんで、ここぞという時ですかね。待ってるのもあれなんで、まず行っちゃいましょうかね。直さなくてもいいかもしれないですけど。本願寺さん、どうなってんのかな。これは結構いい勝負になりますね、多分ね。ちょっと一応調べておきましょうか。金持ちですよ。でも兵装は少ないですね。ざっくり潰してしまいましょう。陣ブレを出せ。戦の支度をせよ。足利さんが敵の味方するってことは、ちょっと進行ルートが少しめんどくさいですね。こんな大軍いらんだ、いらないかと思うんですが。東北勢1人ぐらいは入れたいよね。
あれ安藤さんどこに引っ込んだんですかね。うん、芦屋さんに来てもらいましょう。これあれかな、あんまり行くと引きこもっちゃうんじゃないかな。みんな馬か。待って待って、うん、これでいいでしょう。皆の者、我に続け。お、手切れになった。手切れになったんだったら、まあ足利さんもやっちゃいましょうね。陣触れを出せ。戦の支度をせよ。もう東北の鬼をです。この辺はもう適当でいいでしょう。ちょっと全員馬っていうのがなんていうか。お、南部さん、南部さんはさすがに武田さんに譲る形になっちゃうんですね。残念。どんどん行きましょうね。この辺はまあスター軍団で、まあ今川さんか、まあしょうがないよね。全員まだと危ないと思うので、進むのだ。どんどん行きましょうね。もう、あ、長野さん、あ、本庄さんもいますね。あー、のりすけさん懐かしいですね。進め。もうやりたい放題でいきましょうね。まあ、こんな感じでいいでしょう。地下杖はどこ行ったんだ。地下杖は、お、前田刑事ですか。お、偏ってる。報告しよう。先月の終始だ。これより表情を始める。皆の考えを聞こう。これにて表情を覚える。かような策はいかがでしょう。お、菅沼さん、いいでしょう、いらっしゃい。安藤さんどこ。あ、稲葉山城にいて兵力が足りないのか。うん、一部隊出したいな。いやー、ものの見事にいつものスター軍団になっちゃいましたね。ちょっと、あ、ちょっと待って待って待って、あ、ちょっと待って待って、たまには安藤さん活躍してもらいたいので安藤さん出てもらいましょうね。兵力ちょっと少ないですけども、足並み揃えましょうかね。安藤さんは鉄砲でいきましょう。もう一部隊鉄砲欲しいな。
木下さんにしましょうか。さあ、行け。に続け。よし。行け行け。ここはお任せくだされ。お任せくだされ。この戦、お任せくだされ。下陣でいいでしょうかね。お、南部さん。おう。山の旗を掲げよう。おや、これ全軍突撃じゃない？おーい、あれ違うかな。ゲチ、始めよ。ご命令くだされ。ご命令を始めるぞ。覚悟しろ。これぞ我が軍略。これぞ我が軍略。ご命令を。覚悟せよ。全軍突撃かな。始めよ。叩きのめせ。そうだよね、この速さ。あ、やっぱそうだそうだ。知れました。おっと、放て。ちょっと想定外ですね。敵の居所知れました。攻め込め。一勝。あ、あ、やばいですね。引き込まれてますよ。あ、逃げたい。逃げれないだろうな、これ多分。始めよう。よし、行け。あ、逃げれないだろうな。結構ね、平地の前突はやばいんですよ。配送させましょう。退路を断つ動きで、なんだかんだで、ね、南部さんはいつもいい動きですね。いらっしゃいますな。いいよ南部さん。で一勝。惜しいぞ。東北勢の野望として南部さん頑張ってくれ。ほとんど南部さんの野望だけどな。あ、将軍はもうダメですね。捕まってます。あ、葛西さん逃げてくれ。笠井さん粘れよ。しげ。お、逃げようとしてる。よし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 。危なかったですね。全軍突撃は結構危ないんですよ。彼を知り、己を知れば。逆戦して危うからだ。おお、かっこいい。孫子の兵法ですね。ちなみに武田信玄が孫子の兵法、要は風林火山用いてたかどうかっていうのは、実際のところはそんなに確証があるわけじゃないみたいですね。実際結構戦争では負けてますから、どちらかというと上杉謙信や信長の方がそれっぽい動きしてますよね。まだ果てるわけにはいかぬのでな。
たじけない。さあどんどん行きましょうね。よいしょ。我ら王道を行かん。報告いたします。先月の収支です。うん、やりましょう。私を脅かす者はおらんのか。これでもう戦らしい戦は多分ないでしょうね。あとは本願寺さんぐらいの時期ですか。あ、ちょっと兵力差があって引きこもっちゃうかもしれないですね。どんどん落としちゃいましょう。包囲せよ。早っ。行くとするか。出陣するぞ。じゃあ最下城もこのまま行っちゃいましょうね。ここでやりたくないですね。ああ。行こう。アントさん行こうか。せっかくだからね。出陣するぞ。で、長野さんは城を落としてもらいましょう。行くとするか。出陣するぞ。うん。いいでしょう。取り囲め。城を囲むぞ。報告いたします。使いの者が来たようです。無条件はダメです。これぞ王道の勝利よ。かたじけない。どうしよっかな。三好さんとの同盟あと2ヶ月か。あ、毛利家は一応独立してるんですね。まあこれで面白いのは面白いのはあれですね。出陣する。こっちでしょうね。ニュースさんは確かこっちの合戦に味方になってますから、確か宣戦布告できないっていうのもありますし、相手の意表をつくならこっちでしょう。使いの者が来たようです。何を言ってるんじゃい。容赦せぬぞ。一応やりましょう。これはおそらくダイジェストですね。ゲチよ。ここはちょっと勝ちに徹しましょう。見どころ掴みましたぞ。あなた。この戦、すべては我が小中で一枚上手のようですね。矢を放て。勝ちを重ねて天下を目指す。これは何回も出撃してくるパターンかもしれないですね。さあ行け行け。この城もらい受けよう。
手を打とう。吉本さんも行きましょうね。出陣しよう。あ、従属するかな。あ、心象が低いのか。そうね、お、穴澤さん、あーちょっと兵力にばらつきがあるな。それよりだったらまあ少ない方がまだいいですね。安藤さんを槍にしてここ鉄砲かな。よし行け。出陣する。この雨子さんがこう危機感を感じないという。待機する。遊んでたな、すまんすまん。どうしよっか。この辺りまで、この辺りまで行っちゃいましょうかね。進め。じゃあ鈴木家で行きましょうね。陣触れを出せ。戦の支度をせよ。入るぞ。和歌山か。狭っ。こういった場合どうなるんだろうな。まあやってみましょうかね。進め。この老いぼれに勝てぬのか。いらっしゃい。出るぞ。出陣するぞ。うんうん、いいでしょう。行きましょう。せっかくなんだよね。お、征夷大将軍名乗っちゃった？多分名乗ったよね。これか？あ、そうね。征夷大将軍受賞しちゃいましたね。待機せよ。いたします。三好さんとの同盟あと1ヶ月ですか。これより表情を始める。久々にちょっとワクワクしてますね。やっぱこういうプレイの方が僕は性が合ってますね。承知いたしました。かしこまりました。確か山名さんは従属するはずなので心象上げておきましょうね。承知いたしました。あ、同盟してるのか。同盟してるのか。取引を行いましょう。目もいっぱいあるからね。
ありがとうございました。ありがとうございました。さあ行けましょう。どうすんだろう、ここ出るのか。ああ引きこもってますね、なぜか。あここで迎え撃つか。勝てるかな。結構僕ここの辺でやると負けることが多くてですね。よしよし。あ相手部隊が少ないんで。俺の力見せてやろう。はあ、ゲージね。ご覧あれ。我が力お見せいたす。ちょっと神出鬼没でいきましょうか。しけ。どうしようかな。相手も結構強いですね。あやばい。そっか、鉄砲持ちだな。鉄砲持ちですね。これはちょっとまともにやると不利だな。どうするか。とりあえず前進しないとダメなんで、前進しましょうかね。始めるぞ。我に続ける。この山が勝敗を分けそうな気がしますね。策のあるものがいるとのこと。こっちに寄ってくるよな。エチオ。始めるぞ。ご命令。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。我が策。ご覧ください。覚悟しろ。そうなってくるよ、ね、お命令を。参るぞ。始めるぞ。ゲチオ。始めよ。ゲチオ。結構打ち合いになるのかな。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。策のあるものがいるとのこと。始めるぞ。この策で参りましょう。この策で参りましょう。みんな気合を入れろよ。すごい嫌な予感しかしないんですけど。覚悟せよ。敵。ああ撃たれとるわ、やっぱり。くださる。どっちがいいかね。ご命令ください。ここは対象狙いでいきましょうか。撃ってくるよな。ゲチ始めよ。ご命令を。始めるぞ。始めよ。この策で参りましょう。ゲチ始めるぞ、うん、山を壁にして戦いましょう。知れた。守りが甘いぞ。いいぞ。やりたい。前へ。策のあるものがいるとのこと。これ打ち合いですな。おお、3だ。そうそう、山があるとですね、車線が遮られて若干効果を
殺すことができるんですよね。ご命令を。あ、尾根に登っておきましょう。この策で参りましょう。ゲチ、よし、こっちを潰しておいて、この辺でいやらしい動きをしましょう。ゲチ、始めるぞ。ゲチ、始めるぞ。よし、行け。よし、雨が降りましたな。気づいちゃうかもね。我が策、ご覧くだされ。みんな、気合を入れろよ。足止めを選んだ。雨が降ってるので、始めるぞ。あわいを詰めておきましょうか。行け。放て。今は引くぞ。気づくか気づくか。かかれ。よっしゃ、いいぞ。よし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 。ご命令ください。奇襲ぶった。相手も奇襲が来る。この辺に隠れよう。覚悟せよ。策がございます。この策で。ここは足止めだな。この策で勝利をつかむ。ここは強撃にならないようにいきましょう。覚悟せよ。ご命令ください。ちょっと逃げられないし。覚悟しろ。策がございます。いいぞ、一つ。ご命令よ。みんな気合を入れろよ。ご命令始めるぞ。よし、いいぞ。敵の居所知れたと。いよいよ、いよいよ。かかれ。策のある者がいるとのこと。この策、神出鬼没が決まりました。よし、いいぞ。安藤さんも行きましょうね。ご命令。入れるならこうやつですね。我が策、ご覧くだされ。ここ突撃で。ご命令よ。壁になってもらいましょう。行け。気合を入れろよ。よし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 。これほどとは。策のあるものがいる。決まるかもしれない、ね。覚悟せよ。この策で参りましょう。また鉄砲か。我が策、ご覧くだされ。この策、勝利をつかむ。我が策、ご覧ください。我が策、ご覧ください。よし、突撃だ。あ、これ撃ってくるな。まあいいでしょう。よっしゃ、移動。移動。決まった。よし、攻め立てよ。いやー、鬼ですよ。我らに負けても。鬼っぽい動きができましたね。あ、まだ1万も残ってんの。これはもう一戦ありそうですな。